HCL ソフトウェアサポートの田中です。これからセームタイム11のウェブクライアントの紹介をしていきたいと思います。まずセームタイムプロキシサーバーにアクセスします。URL はセームタイムプロキシサーバーの fqdn:8443/chat という URL になります。ユーザー名とパスワードを入力してログインを行います。そうすると、最初に以前のチャットの履歴がすでに表示した状態でログインされます。新たにチャットを開始すると、新しいタブが追加されます。メッセージを入力すると、吹き出しのような形でメッセージが表示されます。一旦この会話を閉じます。閉じるときに確認画面が出ます。そしてまた同じユーザーに対してチャットを開始します。そうすると以前のチャットのログが表示された状態で開始できます。グループチャットに関してもチャットを残すことができます。グループチャットを閉じると確認画面が表示され、退出を押すとグループチャットが閉じます。グループチャットは一回退出すると次回ログイン時に自動的に表示されることはありません。もう一回ログインし直してみます。ログインし直しました。そうすると先ほど会話を閉じたグループチャットは表示されていません。次に設定について見てみます。設定を表示すると、まずステータスメッセージ。こちらで状況メッセージのカスタマイズを行うことができます。次に通知。それぞれの状況ごとにバナー音、バナー等々という設定ができます。次に外部ミーティングプロバイダー。これはセームタイム10、11での新機能になります。ここにあらかじめ外部のプロバイダーを設定しておくと、チャットメッセージの中で、このビデオアイコンを押したときに、その URL を開くことができます。そしてチャットメッセージの中に、その URL が表示されます。次にグループチャットの開始ですが、グループチャットの開始後、アイコンをクリックして、招待者の検索で招待者を追加します。グループチャットにメッセージを入力します。グループチャットがこのように開始されます。一旦ブラウザのウィンドウを閉じます。そしてまた、セームタイムプロキシサーバーにログインします。先ほど開始したグループチャットがログインとともに表示されていると。いうことが確認できます。次にコンタクトリストを見てみます。コンタクトリストにユーザーを追加してみます。連絡先の検索でヒットしたユーザーをプラスアイコンで追加します。もう1名追加します。プラスアイコンを押します。そしてグループを選択します。追加を押します。そうすると、コンタクトリストにユーザーが追加できます。
この動画は以上となります。